さんこんにちは、40代初心者のフォートナイトです。皆さんは、何を持っていたらラマを開けに行きますか？私は、サブマがないと開けられない。と、思っていたのですが、以前の動画のコメントで、DMR で開けられますよ、と教えてもらいましたので、やってみようと思います。このあたりについて、調べてみようと思います。皆さんどうでしょうか？知っていて損をしない情報だと思うので、ぜひ最後までご覧ください。使う武器は、こんな感じです。どこまで、壊せるか予想してみてくださいね。1から4まではいけそうだけど、5、6は無理そうだな。まずは、ハンマーアサルトです。これは、余裕だろ。だいたい200から250当てるとダウンします。ダウンしている間に、建築で囲えば楽勝だな。建築なしでも大丈夫です。弾は、48発使いました。ジャグキャノンは、確定ですが、それ以外はランダムのようです。デカポ、ショックウェーブが出たな。次は、DMR です。これは、教えてもらったから大丈夫。過去はなくて、大丈夫そうだね。遠距離すぎるとエイムが怪しいけどね。もう少し当てられたら、リロード1回で倒せたな。弾を21発使いましたが、私でも倒せました。今回は、ショックウェーブないな。続いて、エゴクロムショットガンです。現状のショットガンの中では、一番連射ができます。照準が横に広がっているので、当てやすいな。邪魔が入ったけど、過去はなくても余裕だな。あ、レア度が上がっちゃったけど、17発でした。今度は、医療キットが出たな。次は、ハンターボルトアクションスナイパーです。ちゃんと頭狙ってね。一発でダウンしました。これは余裕だな。ヘッドに当てたら、開けられてましたね。7発で倒せました。ついに最後の武器のレンジャーショットガンです。これは、無理そうだな。おい、16ってやばくないか。あ、やべ、外した。全然、いけましたね。11発でした。過去はなくても余裕だね。これなら、ピストルでも余裕なので、もう武器なしでやってみます。あ、ラマ動いちゃってる。思ったより減らないですね。動きながらだと追いつかないです。あ、逃げられた。あー、ダメだ、間に合わなそう。だいたい、50秒で消えるみたいです。過去はないと難しそうだね。ツルハシだけで行くなら、しゃがんだ方が良さそうです。どこまで行けるか見てみましょう。はい、こんなに近づくまで大丈夫です。建築は、練習しないと。逃げられちゃったね。待ってー、こんな建築技術でも大丈夫です。自分で壁壊さないように気をつけてください。あと半分。おい、建築が適当すぎるぞ。まあ、こんなんでも逃げられてないので大丈夫でしょう。お、これはいけそう。光出して、10秒で消えます。ギリギリだけど、倒せますね。45回殴りました。初動でも少し死骸買って、行けば開けられそうですね。銃声もしないし、意外にありかもな。というわけでこうなりました。
最初の予想は、当たりましたか？個人的には意外な結果となりました。やっている人にとっては当たり前でしょうか？結果は、武器に関係なく、開けることができる。ツルハシで開ける場合は囲うための資材が少し必要。ラマが動き出す距離ですが、しゃがまないとこの距離で動き出します。しゃがんでいると、ここまで行けました。ラマに入っているものですが、持ち物全部捨てて拾ってみます。こんな感じになりました。砂玉は、持ちきれませんでした。まとめるとこうなりました。HP900、ダウンするまでの HP200 から250、動き出してから50秒で消える、残り10秒で光り出す、その他は、ご覧の通り。最後までご視聴ありがとうございました。この情報が役に立ったよ、という人はぜひチャンネル登録、高評価お願いします。バイバイ。